エアマックス97プラスエアマックス97ナイキ ID のエアフォースワンにエアフォースワンエアウーブンにエアマックスデラックスアディダスのスーパースターコンバースオールスターナイキブレーザーにエアフォースワンの白ヘビティマイの編み上げブーツとブルーオーバーのスウェードスニーカーバンズのエラにエアフォースワンのホワイト ドクターマーチン、タッセルローファー、エイドリアンと、レッドウィングのスーパーソウル。最後は、ノースウェーブ、エスプレッソ。スニーカーを洗うには、ジェイソン・マーク。あとね、手羽のサンダル忘れてました。手羽ハリケーンですね。 これ、かかとね、しっかりしててめちゃくちゃ履きやすいです。どうも、おかつやしです。ということでですね、スニーカーをね、えー、最初ね、冒頭にこう出したと思うんですけども、だいぶ増えました。で、今日何してたかったら、こちら、ジェイソンマークでですね、こちらですね、これをね、使ってスニーカーをね、 まあ、綺麗にしてたわけですよ。これめっちゃ落ちるんですよね。ということで、えー、もともとね、あの、4月に来たいファッション的な感じで動画撮ろうかなと思ってて、まあ、スニーカー洗ってたら、なんか見てたらですね、はあ、スニーカーの動画撮りたいなと思ってですね、まあ、気まぐれでございます。ということで、行きたいと思います。はい、ということでですね、今日はですね、あの、お気に入りのスニーカー、ベスト5かベスト7かどっちかしようかなと思ってるんですけども、まあ、スニーカーがだいたい20足ぐらいあってですね、まあ、最近またニューバランスも欲しいなとか、まあ、いろいろ欲しい 欲しいろいろ欲しいんですけどもその中で僕が今持っている中でお気に入りよく履いているアイテム、えー、ここにね並べてるんでとりあえず5がいいかな7がいいかなって感じなんですけどもやっていきたいと思いますおそらくね7でいくと思いますまず1足目こちらですこのねエアマックスデラックスこれめちゃくちゃあのデザインが気に入ってますねまあネイビーベースでこうイエローだとかねこういう風な いや、これね、ほんと履きやすいんですよ。まあ、クッション性もね、こうエア。これ97ベースですね。97ベースのエアが入ってですね。で、見た目もね、ほんと個性的だし、ちょっとこう、ダボっとしたパンツ。今、まあ、リーバースレッドですね。 リーバースブレッド履いているんですけども、少しこう、ダボっとした服装にも、まあ、ベストな感じで合うんじゃないかなと思ってですね、大阪にも履いていって、その時京都とかずっと歩いてたんですけども、もう20キロぐらい歩いてたんですけども、全然疲れ知らず、これね、 抜群のね、フィット感というかですね、本当に履きやすい。ちなみにね、28センチでございます。えっと、ナイキの場合ね、ワンサイズ下げたらやっぱりちょっと幅が狭いので、ちょっと窮屈感感じるんですよね、僕の場合ですね。ということで28センチエアマックスデラックス、お気に入りまず1足目です。続きましてこちらいきます。アディダスのスーパースターでございます。ブラックベースでちょっとこう、きなりっぽくなってますね。これはですね、もう履き心地に関しては抜群です。 めちゃくちゃゃくいいいですでいろんな服装に合わせやすいデニムコーデもいいし少しきれいめなスラックスな感じでもいいし本当に使えるでこのね金ここいいっすよねこれねやっぱり、ね、こう履きやほんにアディダスは履きやすいなと思ってクッションもこうちょっとソールかめなんですけども疲れ知らずなんですよねこれは本当買っといてよかったなっていうアイテムあとね個人的にこの紐 レザーっぽい紐にもちょっと変えたいなとか思っているんですけども、いや、これはほんとかっこいい。もうね、だいぶいい感じにですね、こう自分の足型に、ね、なってきてですね、これからもね、まだまだ楽しめる一足になるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですね、スニーカーご紹介進めていこうと思います。続いては、そうだな、どこ行こっか。えー、っとね、これかな。発売当時、プレネで全然買えなくて、物も全然なくて、 ほんとめちゃくちゃ高かったなーっていうスニーカーこちらです。じゃじゃーんと、ナイキのエアフォースワン通称白ヘビでございますね。ここはスネークですね。これね、パターンがやっぱかっこいい。白ベースでこのヘビ柄最高ですね。 当時、これ買えなかったんですよ。で、あの、唯一買えたモデルか、えー、今みたいにね、ナイキってこう、毎週毎週発売ないんですよ。大体いいね、あの、年間で4回ぐらいの発売で、まあ、あったんですけども、これ買えなかったから、黒ヘビっていうのがですね、あって、黒ヘビは、僕、当時ね、おそらくね、小倉にナイキストアってあったんですよ。 そこでね、買った覚えあります。確か定価で、ね、なんかのタイミングで定価で買えたんですよね。それはね、愛用しておりまして、20年の時を経て、この、エアフォースワン白蛇ゲットでございます。やっぱりね、美しい。ほんと綺麗だなぁ。ずっと見てられる。ずっと見てられるよ、これは。本当にね、あの、なんかね、懐かしさもあり、うん、いい感じのスニーカーなんですよね。当時 何万円 ?5、6万、7万、8万とかしてた時もありましたよね。白蛇は本当に色々こう思い出がある一足ゲットでございます。いや、これほんとかっこいい。本当にもう何回も言うんですけど、美しいです。続きましてはちょっとね、思考を変えて、こちらです。ドクターマーチンタッセルローファーエイドリアンでございます。昔ね、僕ね、この ゴムソール、これ苦手だったんですよ。苦手だったんですけども、タッセルローファー何かないかなしかもちょっとこうボリュームがあるようなものがないかなと思ってて、えー、あの、ドクターマーチにありますよというふうに教えていただいて、最初ね、これどうかなと思ったんですけど、だんだんね、こう自分でこういろいろ探していくうちに、なんかちょっとかっこいいんじゃないかなと思って、えー、広島に行った時試着して、それでちょっと考えようと思ってまた、 2、3週間後に結局買ってんのかなで、届いて、履いてみたら、抜群にかっこいい、抜群に履きやすい、最高ですね、このボリューム感、ボリューム感ですよ。タッセルローファーって結構ね、シュッとしたイメージのものって多いと思うんですけど、このね、ドクターマーチン独特のボリューム感、最高ですね。最初ね、かなり硬めだったんですけど、もう1ヶ月ぐらいずっと履き続けて、こう自分のね、こう、しわがついてきてると、いい感じのシワがついてきてるんですよね。あとね、これ、 中にね、これ、無印良品のレッドシダーのシューキーパー、これ使ってます。これもね、おすすめでございます。2000円ぐらいでね、えー、買えるのでですね、まあ、これでバッチリセットしてですね、ドクターマーチンタッセルローファーエイドリアンでございます。これ、デニムコーデとかにもね、いろいろ合わせやすいんですよ。続きまして、こちらです。最近購入ですね。えー、こちら。でかいですね。このロゴでかいですね。コンバースの、えー、オールスター、オールスターの 100周年記念モデルでございます。これ履きやすいです。めちゃくちゃ履きやすい。軽いっていうのもあるし、あとね、クッション、このね、インソール。相当ね、分厚いインソールがあるんですよ。これね、僕、かかと弱いんですけども、かかと痛さゼロ。ゼロでございます。これね、あの、もうちょっとね、あの、履いて、少し汚したい。まだ白いんですよね。もう少し汚したいかなと思いますね。これでもね、本当 安かったんですよね。3000円いくらとかな。3000台で買えたので、まあセール品でですね。とこのビッグロゴ。こう、ちょっとしたこのね、個性。最高っすね。スニーカーね、こう、見てるだけでも楽しい。続きまして、こちらですね。エアマックス97プラスですね。これも美しいよな。色目最高。でね、キャンバス地なんですよ、これ。映ってますかね、キャンバス地。ここからじゃないですかね、僕、エアマックス。 エアマックスシリーズ、まあ昔エアマックス97のイエローとかオリジナルで持ってて、まあそれから何回か買った覚えはあるんですけども、いや、ここからですよ、僕の最近のエアマックスは。これ買って97プラス買ったでしょで、エアマックスデラックス買ったでしょあとエアマックス97買ったでしょ続けて買っちゃいましたね。 いいやー楽しいでここからも本ほんとスニーカーもうスニーカーほんと立て付けに最近買っているのはこのせいですただもうほんとかっこいいこれは当然デニムのコーデにも合うしほんと綺麗めな感じのスラックスまあこれを買った理由としてはうちの奥さんとこれお揃いで買ってるんですけども星野源さんがえっ、ー、とね新作のアルバムのライブ DVD の特典で、えー、ライブをしてたんですよその時履いててどのスニーカーかで、ね、めっちゃかっこいいねっていうふうにたどり着いたの がこれこのねイエローマガジンの中にそれでねこの中にあるんですよね AirMax97 プラスちょっときれいめな感じにも使えるスニーカーということでこのね AirMax97 プラスを購入で本当ね単体で見た時も 色目というかこのパターン、バランス、最高ですね。ほんと綺麗な感じ、美しい。このね、あの白蛇も、まあ似たような色なんですけど、個人的にこっち系のカラーも好きなんでしょうね、おそらく。やっぱナイキいいな。で、最後、ナイキいいなと言いつつですね、こちらです。ノースウェーブエースプレスソでございます。このボリューム感、最高ですね。えー、90年代ですよ。 僕が高校生の頃これ発売されて発売された途端、まあ、藤原宏さんが紹介していたりだとかダウンタウンのハマちゃんだとかパフィとかね履いててもうプレネがプレネが本ンプレネがすごかったプレネすごくて多分ね当時の定価1万円台だと思うんですけど僕3万円ぐらいで買ってるんですよねでこのノースエベブエスプレッソの このねローカットモデルとあとねミッドカットハイカットのチリっていうのがあったんですけどもそれ購入してましたで第2弾でノースウェーブゴルフっていうのもあったんですよそれはさすがに復刻はないのかなとか思いつつこのねボリューム感最高ですよかっこいいですよ太めのねデニムだとかカーゴパンツとのね相性もいいしで当時のものよりだいぶね軽量化されてますめちゃくちゃ軽くなってますね履きやすさ抜群これね これ履いて僕夏。夏でもね、これ全然僕履いちゃっていいと思うんで、これ履いて、え、ルーズなデニム履いて、 カレッジ系の T シャツだとかほんとシンプルな無地の T シャツ合わせてねキャップなんか被っちゃったりしてですねこのノーセーベスプレスを楽しみたいですねスウェードの感じもですねこほんと懐かしいスニーカーこれ見つけた瞬間はこれ絶対買おうと思って買っちゃったモデルの一つですね最近ねこう20年ファッションってこう20年周期でまたリバイバルで来るっていうじゃないですかそれにね僕の中でこうガチッとガチッとね ハマったモデル一足でございます。ノースウェーブいいなぁと言いつつですね、ほんといろいろですね、最近スニーカーたくさん買ってきてですね、これからまたね、あの、ノースウェーブじゃなくて、ニューバランスも欲しいなとか思うし、まあ、最近もナイキもそうだし、なんかいろんなブランドもそうなんですけども、 どん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 新作が発,新作が発売されていくので全然ついていけてないっていうのもあるんですけどもまあ欲しいなと思ったスニーカーが買えたらですねこれはチャンスだと思ってですねこれからもちょっといろいろ。 ゲットできたらいいかなとか思っているんですがという形でですねまあそんな感じで今日はですねスニーカーをこうジェイソンマークで洗っていたらですねちょっとスニーカーまたねあの自分の中でお気に入りベスト5結局ベスト7になっちゃったんですけども結局でも全部好きなんです全部好きなんですけども今お気に入りのスニーカーという形で、えー、動画の方を残してみましたという形で終わりにしたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございました もししよろしければチャンネル登録お願いいたしますあとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。スニーカー好きな方、ほんと多いですよね。僕なんてね、まだまだ数的にね、少ない方、もう知ってる方だったらもう何十足あるっていう人もね、たくさん知って,らっ知ってるので、いや、まだまだですね、まだまだ欲しいアイテムたくさんですよ、本当に。